はい、よろしくお願いします。今日は先生にお願いがあって3人が集まりました。せーの、ご挨拶をお願いします。はい、先生、今回はですね、3人ともがバニーラインを気にしているというところもありまして、バニーラインとは何だという、今3人で寄らせてみた写真も出してみましたけれども、まあ、ウサギのように鼻根鼻背のあたりがこうグッと寄ることを言う、そこを中心にお願いできればと思います。まずマネージャー、どういう治療を希望ですか？ボトックスで。はい、ボトックスで。眉毛とバニーラインと目尻がこう、はい、写真を出してみますけれども、額、眉間、バニーライン、顎、どうですか先生？まあ適用ですか？適用ですか？はい、バニーラインの場合はそこそのものに打つという感じですか？そうです、ね、はい。顎の梅干し痔は普段話しててそんな印象はないけれども、話しててもこうなんかちょっとずつこうギュッて寄る感じが、なるほど、気になってて、はい、まあ、自分で気になる、自分でも気になる。はい、例えば家族でどっか行った時に、うん、ビデオ撮ったりとかした時に、うん、私ここ行ってるなっていうふうに思います。思います、うん、ふと動画を撮られた、写真を撮られたということですね、うん、はい。この画面の顔って日常生活でするかっていうのがあるんですけど、分かりやすくちょっと寄せてもらってますけれどクラちゃんも、まあ、バニーラインと他の部位も気になると。はい、はい、どこが気になるか教えてください。目尻、下まぶたと、うん、あとは鼻根と眉背、口角上げとエラのボトックスを希望してます。まず、あ、適用でよろしいでしょうか？はい、いつ以来ですか？去年の12月に受けてるので半年ぶり、ね、半年ぶり。はい、わかりました。市長ちゃんはどの部分を気にしての今日企画だったんでしょう？今日は、はい、脇ボトックス。脇ボトックス、はい、はい、前回もちょうど1年前。そうです。効果の実感としてどれぐらいの期間持ってますか？夏前、5月6月に打って、冬までは気にならないですね、うん、はい、7、8ヶ月といったところですかね。はい、はいはい、今回2人がバニーライン打つということで、はい、乗っかりましたということで一番いい写真が撮れたのが市長ちゃんなんですよ。これはどうですか？やりがいがある感じですか？聞くんじゃないですかね。話してる時に寄ってるんですよね。今でもね、こうやって話してる時はそうでもないけど、やると爆笑した時。はい、では、バニーラインプラスアルファそれぞれをボトックス柴田先生にお願いします。よろしくお願いします。お願いします。バニーライン、痛みはどうでしたか？やっぱ冷やすとそんな痛くないですね。その時によって痛さが違う。そうなんですよね。今年の脇の痛さいかがでしたでしょうか？今年平気でしたね。なるほど。サラサラの脇。サラサラの脇、ね、やめられない。やめられない。これだけはやめられない。他が汗かいてもそこだけサラッとしてる。そうそう、良い夏を。ありがとうございます。
クリニックではお受けいただきやすい価格と真心を込めた施術を心がけています。ホームページ通りの料金となっているので概要欄からご覧ください。皆様のご来院をお待ちしております。